リターダは、トラックやバス、ラフテレーンクレームなどに搭載されている補助ブレーキで、ある。エンジンブレーキや排気ブレーキ以上の制動力が得られ、高速域からの減速や、下り勾配でのそもそも速に効果がある。ステアリングコラムレバーに備えられたリターダのスイッチ。圧縮解放ブレーキ、火のエンジンリターダと永久磁石式リターダを指令する。リターダは、電磁力や流体によって、 推進軸に抵抗を与えて、車体を減速させる装置である。リターダをはじめとする補助ブレーキの積極的な利用によって、フットブレーキの使用頻度が下がり、ブレーキの発熱によるフェード現象やベーパーロック現象を抑えて運行上の安全性向上に寄与する。また、ブレーキパッドライニングの摩耗を抑えることができるため、車両の整備コストの低減が期待できる。 牽引自動車ではアンチロックブレーキシステムと組み合わせることで減速時に牽引車と非牽引車が連結部を回してくの事情に折れ曲がるジャックナイフ現象を抑制する操作はステアリングコラムの排気ブレーキレバーで排気ブレーキや圧縮解放ブレーキと連動するように設定されている車種が多い車種によってはブレーキペダルを踏むとフットブレーキと連動して リターダが動作するものもある。2000年代まではコストや重量の増加を理由にリターダを積極的に導入してきたトラックバス事業者は少なく2000年当時の搭載率は欧州の40%に比べると日本国内では10%と低かった。現在は排出ガス規制強化で大型車の消費器量化が世界的な流れとなっており、 大排気量エンジンに比べると排気ブレーキの効果を得にくくなり、リターダに注目が集まっている。特に大型の LPG 自動車、CNG 自動車では構造上、排気ブレーキの装備が難しいためリターダを装備する例がある。移動式クレームではタイヤの直径が大きく完成モーメントが大きい上、低減速比のオートマチックトランスミッションを搭載していて、 エンジンブレーキや排気ブレーキの効果を得にくいことから、リターダを標準装備する機種が多い。導入例は少ないが鉄道車両でも採用されている。シャーシに固定されているステーターと推進軸とともに、回転するローターとの間を流体で満たし、ローターの回転で攪拌することで、流体抵抗が生じて、ブレーキとして採用する。流体の冷却には、 エンジン冷却水の配管を引き込んだ水冷式の場合が多く、発熱に対する許容量が大きい一方で、後付けが難しく重量が重い。世界的には最も普及している方式で、永久磁石式リターダが普及している。日本製のトラックでも、輸出向けやトラクター用は流体式リターダを設定。三菱不装、エアロエース、エアロクイーンでは二0十七年の m s 零六 k で、 流体式を採用している。ZF 社の e コマットシリーズのように、トルクコンバータ式オートマチックトランスミッションに流体式リターダの機能を持たせたものもある。鉄道の機動車でも装備される場合があり、コンバータブレーキと呼ばれている。電磁誘導を利用して制動力を得る方式で、プロペラシャフトと共に回転する電磁石とシャーシに固定された金属バントで構成される。 固定子に電流を流すと磁場が形成され、回転子がこの磁場の中を回転すると金属の内部に渦電流を発生し、電気的な抵抗がトルクの抵抗となり、制動力として採用する。空冷式の場合が多く、後付けが容易だが、発熱に対する許容量は小さく、電磁石を作動させるためバッテリーやオルタネーターの強化が必要である。また、 日差同時も走行抵抗が大きい難点を持つ。新幹線車両でも渦電流式ディスクブレーキとして同等のものが搭載されていたことがある。電磁式リターダの固定子を電磁石から永久磁石に置き換えた方式である。吸収トルクは小さいが小型、軽量でコストパフォーマンスに優れていることから日本向け車種の主流となっている。 イスズ自動車と住友金属工業が1990年に共同開発したもので、イスズ車を中心に標準装備、またはオプション設定されていたが、現在は他メーカーにも普及している。新日鉄住金。高い制度性を発揮し、より小型軽量でドライバーに優しい補助ブレーキの開発で、文部科学大臣表彰を受賞。2017年9月20日閲覧。 ありがとうございます。